私は愛。愛ね。見たからさ、私、僕もね、永遠のテーマなんですよ。僕も分かってないんで、こう思う、ああ思うっていうことを、こうお互いにね、愛はこんなんじゃないのかとか、あんなんじゃないのかとか、僕も全然こうなんかなとか、それを探して旅をしてる感じなんです。まあ、今のところ、呼吸みたいなものじゃないかなってことです。吸うことは自分を愛すること、吐くことはみんなを愛すること。だから自分を吸ってばっかりだと自己中心になるし、吐いてばっかりでみんなのためだと自己犠牲になってしまうんで、自分を愛することとみんなを愛することを呼吸のようにバランスよくやっていくのが大事じゃないかな。今世の中は自分を守るので今精一杯なんで、興味津々みたいで、もう動いてるんですよね。どうしても今自分たちの生活に追われて自分を守る、吸ってばっかりでこうみんなのことをちょっと考えられない、っていうことになってるんです。どっちかっていうと僕の勘違いは吐くこと、みんなにとってどうなのかっていうことを、提供するものも大事ですから。呼吸を整えるときも、吐くこと先にすること多いですよね。吸うのって意識しなくても吸えるから、まず吐きましょうって、吐いてから吸うのってすること多いです。みんなのためと自分のためっていう。とアップだよ。バランス。アップだよ。バランスだ。どうしても自分を大切にするっていうのは、まあ、みんなしますからね、ほっといても、どんな人も。そっちを第一にしすぎて、みんなのために、例えばね、刈羽垣の選挙とか、ね、来週からですけど、まあ、そういうのは原発問題はみんなのためなんで、でも、あまり関心が低いので、すごい大きな。TPP のこととか、演奏法案のこととか、とみんなのこと、みんなのことを選挙とかね、選挙に参加するとか、そういうのをやるべき。めっちゃ見てるけどさ、おいで、すごいアップで映ってるよ。テレサさんの愛の反対はっていう話、ご存知ですか？愛の反対は憎しみではなく無関心。僕はこれをテーマで、これを何とかしたいと思って、無関心何とかしようと思った時に、僕は無関心を卒業するには何だろうっていう好奇心、これがあれば無関心じゃなくて愛の方向に向かうんじゃないかなと思ってこんな格好してる、こんな格好してると無関心の人が、みたいに興味持ってもらえたら嬉しいかなと思って、特にこのそうなのか、ちょっと腑に落ちたことが、腑に落ちた。で、僕の自転車に去年こんな張り紙してもらったんです。ちょっと僕の自転車今ないですけど、僕の自転車は原発反対、戦争反対っていうのを書いてる自転車に乗ってるんですけど、その自転車にこの張り紙をしてくださったんです。ちょっとね、ある政府の取り組みがあって、それのちょっと抗議に、こういう役場にそのこれは
やめてくださいっていう書きに行ったんです。で戻ってきて自転車置き場に行ったら、自転車置き場の自分の自転車にこんな張り紙がしてたんです。でこれ見た時に最初に思ったのは怖いなって思ったんです。なぜかっていうと、こういう意見の人って右翼とか暴力団系の人の考え方なんです。だからその人に会うと殴られる可能性があるんで、ちょっとこの貼り紙見た時に怖いなって思った。だから僕の自転車を全部白で塗って原発反対、戦争反対って書かなかったらこの貼り紙なかったと思って、消そうかなと思ったんですけど、僕の旅の目的は憎しみではなく無関心なんで、ちょっと僕の紙芝居を聞いて、あの無関心でいられなかったんだと思うんです、その右翼の人が。僕 の, 紙あの自転車を見て憎しみ怒りが湧いてこの張り紙をされたんです。なんだってことなんだ。そうそうそう。というのでやっぱ怖いけど、無関心より僕を見て怒ってくれる方が愛に近いと思うので、やっぱり消すのをやめて、怖いけどこういうことをやっていこうって思ってたんですね。で特にこの好奇心っていうこの文字すごいですよね。好奇心っていう文字は女の子が大きく可能になる心って書くんです。素敵じゃないですか。って書くと好奇心っていう感じになるんです。でも今この国の政府、国会議員の 92% が親父さん、親父さんばっかりだとこれが潰されるなって思うんです。だってこの国は男性と女性と半分ずつで成り立ってるんですよ。なのにこの国の方向性を決める政府っていう国会議員が親父さんばっかりで占められてたら、ちょっと好奇心がなくなるんじゃないかなと思って、もうちょっと女性の人が声が反映する、女性は多分ごちそうさまでした、子育てとか子供のこと第一に考えられるんですけど、でどうしても男性は利益を第一に考えて しまう傾向があるんでね、まあそれダメとは言わないですけど、バランス、愛と一緒で男性のその経済とか競争とかそういうものと、その女性の子供にとってどうなのかっていうこのバランスがちょっと 92% と 8% に愛のバランスが崩れてるので、もうちょっとこのバランスを良くしたいなと思っています。実は東條優子先生は知ってますか？はい、この間名前が出たあこちゃんから、はい、この本あります家に。あります、ね。私はこの本は読んでないけど、多分尊敬してます。多分。私も実はまだほとんど読んでないけど、多分尊敬してます。ただここの部分は僕ちょっと意見が違うので、それを伝えたいなと思います。東條優子先生っていうのは自然食の世界では一番尊敬されている方なので、この方が言うことは結構影響力があると思うんです。でこの方が、東條優子さんが、誇り高く生きた日本の歴史を伝えたいという本を無償で出されています。で、この本は歴史の本なんですけども、まあほとんど、まあそうかなって思うこともありますけど、そうじゃないというのも入って、僕はいろんな意見あるのね、まあ普通の歴史の本なんです。で僕はこの本でちょっと愛は許しなんですけど、許せないところがあります。てかほとんど許せないんですけど、明治維新、まあ、この歴史の本は冊子なんでダイジェスト版です。
で、普通の社会の歴史の本と一緒なんですけど、僕普通じゃないですよね。普通じゃないですよね、僕。多分僕普通じゃないです。普通じゃない僕は明治維新も普通に解釈しません。日本の歴史で最もいけない選択をしたのが明治維新だと思ってます。その中のいくつかポイントがあるんですけど、大きな一つ、長州ファイブと言います。岩倉具視さんとか伊藤博文さんとか木戸孝明さんとか山形有朋さんとか、そういう人たちが明治維新を成功させた、江戸幕府をやっつけて新しい時代を復活させたっていうことに対して私は大反対してるんです。特にここが一番問題だと思ってるんです。坂本龍馬さんとか、あと今特にもう許せない、まあ、愛は許しですけど、まだ愛不足なんでちょっと許せないのはこの辺、福沢諭吉さんとか、この本すごいですよ、素晴らしいっていうのとかやってます。で、また僕の愛はすごい狭いんですけど、これも耐えられないんです。日露戦争を絶賛してるんです。すごい、日露戦争すごかったって。白人に色の肌の色のある人が戦争で勝ったのは歴史で初めてなんです。なぜか日本人だからって自慢してるんです。それはそうかもしれないですけど、私はすごい戦争でも正しい戦争でも反対してるんです。正しくても暴力に反対してるんでね。正しいから人の命を奪っていいっていうことに反対してます。もちろん死刑にも反対してます。あらゆる暴力、あらゆる命を奪うことに反対してるので、戦争を絶賛してるのはちょっと僕は耐えきれない。そして天皇を褒めてます。これも僕ちょっと耐えきれない。で、僕偏ってますからね、まともに受けないんだけど、僕個人はこう思ってるんです。で、最後はもっと日本が好きになりたかったら本を読んでくださいっていうふうになってます。で、この本の中心の人が桜井よし子さんってご存知ですか？ああ、はいはい、日本、長岡、長岡の人なんですか？あの、マット出身の、すぐに。この辺の方なんですか？まあ、マットなんです。そちや。そうなんですか？知らなかった。どんな方か知ってますか？日本っていうとあれだけど、はい、日本テレビっていうところのニュースキャスター、日本テレビ誰が作ったかご存知ですか？正直松太郎さんでしょ。テレビの父って言われてます。読売を作った人です。ジャイアンツ、スポーツの父って言われてます。でもう一つ、原子力、初代の会長です。日本の最初の原子力のスイッチを押した人が正直松太郎さんで、原子力の父って言われてるんです。原子力の父、スポーツの父、テレビの父って言われてます。では正力さんはそのテレビの父、スポーツの父、原子力の父って言われる前は何をされてた人ですか？A 級戦犯だったんです。戦争で A 級の戦争で、その東條英機さんは死刑になったんですけど、正力松太郎さんは助けてほしいっていうことで、何でもしますからっていうことで、じゃあテレビと原子力とスポーツをアメリカの GHQ の言う通りに、リーダーシップ取ってくれるなら考えるよっていうことでやりますっていうことで、テレビの父と原子力の父とスポーツの父、そこのニュースキャスターなんです。で、この本が、
この東條百合子さんの本が出てるところが育蜂社っていう会社なんです。ご存知ですか？育蜂社、育蜂社はこのように長いこと育蜂社問題っていうのでずっと市民が戦ってきた運動なんです。どういうことかっていうと、日本では学校教科書約7社の会社が学校教科書を作ってます。その中の一つで最も右の教科書なんです。で、市民運動によってずっと育蜂社の教科書で授業を受けることは日本ではないんです。で、去年僕がこの張り紙された役場に抗議に行ったのは、政府が教科書展っていうのをやってて、で、育蜂社の教科書を選んでくださいみたいな教科書展をやってたので、育蜂社はちょっと教育としては、こうこうこうで問題があるんで、こういうことは進めないでほしいっていう文章を書いて役場に渡しに行った時の自転車置き場でこの張り紙がしてたんです。で、ずっと育蜂社が選ばれなかったんです。なぜかっていうと、教科書を選ぶのは政府は寛容してはいけないっていうことになってます。教科書を選ぶのは現場の先生で選んでくださいっていうルールがあったんですが、安倍政権になって教科書を選ぶのに政府が入り込むようになった。それで去年育蜂社が東京都、大阪市、横浜市、鎌倉市というように日本全国の大都市を中心に育蜂社にこの春から変わりました。もう耐えきれないんです。このような戦争、正しい戦争をしたで、教科書、具体的に言うと教科書に14回安倍総理の写真入りで教育を受けるんです。で、なんか14回写真入りで安倍総理は立派なことをやりましたっていう教科書になるんです。で、戦闘機がいっぱいあって南京時間なかった、慰安婦なかったっていうような教科書に変わったんです。今までは市民運動によってそれを防いできたんですけど、今年の春から。で、想像してみてください。小学校、中学校、高校が育蜂社で、高校卒業したら何歳になると思いますか？18歳になると何があるか知ってますか？え？選挙。そうです。そうなると何を選ぶかっていうのは大変なことが始まってるなっていうことで、今この育蜂社問題っていうのは、自分の子供が今日宿題したかどうかっていうのには両親は関心あるけど、どこの教科書を学んでるかっていうのは関心がないんです。ってなると、やっぱり教科書はどの教科書を習ってるかっていうのは興味がないと、やっぱりこれで言うとこっちに近くなっていってるっていうようなことになってます。というので、今本当に大変なことが起きているんですけれども、特に、こういう問題とご存知ですかね？何回、ご存知ですか？聞いたことはあるけど、ほとんど議員さんがそれに出てきて、与党の280人ぐらいが日本会議に入ってるっていうことで、本当に大変な時代になってるなっていうふうに個人的には思ってるので、これをなんとかしていくには大変だなと思うので、ぜひ皆様と協力しながら子供たちにもうちょっとマシな社会を6年後ぐらいになると学校になると教科書になっちゃうんで、そうなるとね、子供は素直なんです。真っ白なんです。真っ白で、もう新しい戦争してきたよって
先生、尊敬する先生からそう教わっているとね、なかなか落ちない。そう、教えられたので、大変だなと思いますので、その辺を、ね、いい方になるんですけど、切れてっちゃったけど、本当にね、そんな時に、これ教科書じゃないんですけど、日本と中国と韓国で未来を開く歴史っていう本が出たんです。これも教科書問題なんですけど、こう日本は朝鮮は悪いとか中国は悪い教科書です。で、朝鮮は朝鮮で日本が悪いっていう、中国は中国で日本が悪いっていう、お互いに相手が悪い、相手が悪いっていう風な教育をしてるんです。それだと何ですか、ね、いろんな問題ね、あんたが悪い、親が悪い、社会が悪い、政治が悪いって、外が悪いって思ってると原因は大きくなっていくと思うんです。自分はどうなんだって思った時に問題は小さくなっていくと思うんでね。日本が朝鮮悪いとか中国悪いって考えてる以上、問題は大きくなっていくと思うんです。その3つの国がお互いに対話しながら作った歴史の本なんだ。今のその移行者だけじゃないけど、日本の教育は、日本は正しいけど朝鮮や中国は悪いっていう教育なんです。それ日本の考えだけど、朝鮮は朝鮮の言い分があるし、中国は中国の言い分があるんでね、相手の意見を聞ける、こういう教科書を学んだら相手の気持ちが伝わるので、ぜひこれを大人が学んで、学校で移行者の教科書を学んでくるけれども、それをね、また違う教育をしないといけないという仕事が増えたわけです、大人の。移行者で習った歴史からそういう考えもあるけれども、中国の人、朝鮮の人から見たら正しい戦争だけども、向こうの人は命を奪われた人がいるとか、そういうことを訂正しないといけないんでね。そういう時代になっていてるんで、ぜひ僕ら日本ができる世界平和は、隣の国と平和を作ることが世界平和の貢献です。日本ができるんです。まず朝鮮や中国の関係、すごい僕ら教育で教えられてないのに、ぜひ朝鮮の人とか在日の人60万人いる、その人たちのことに対してちょっと思いやりがなかったりするんで、ぜひその辺、僕らもうちょっと無関心じゃなくて、思いやりを持って在日の人にちょっと接してもらいたいなと思う。大体ね、なんか泥棒とか犯罪を起こすと、犯罪者は指紋取らないといけない。在日の人も指紋取ってた、すごいことなんですか。在人と同じ扱いしてた時代がある、そういうこと。いまだにヘイトスピーチって言って、在日の人の人種差別あるのも、この日本会議とかその辺も容認してるので、ヘイトスピーチが止まらない、僕の友達、在日のヒャンさんっていう人がいるんですけど、それ講義に行った時にヘイトスピーチで、良い韓国人も悪い韓国人も死ねっていうプラカードがあったんだって。だからそういうのが止められないのは、やっぱり世間、在日に対してちょっと冷たいので、そういうヘイトスピーチが、ちょっと本当にいろいろ最近勉強してるんですけど、ちょっと最近力入れてます。こういう金子文久さんとか、慰安婦問題とか、こういう生徒知ってますか、こういう本が出てる、幸福実現党っていう生徒は、こういう生徒があるんですけども、この生徒の公約、私たちはどういう政治をしますっていうことで、こうなってきて、
見えますか。自衛のための核装備を推進してるっていう政党は、過去の戦争は正しかったっていうことをいっぱい書いてます。今創価学会よりも会員数が多いそうです。で、若い人が多くて、今回鹿児島薩摩仙台の選挙で幸福実現党が通ったんです。原発推進デモをしています。で、僕もこの間行ったんです、幸福実現党の事務所に。勉強不足ですっていう話、核兵器をなくすとか、その理想主義では現実はいけられません、だから勉強してくださいと、こういう一応引いてください。これとこれと。ぜひ、大変な子供たちにとってね、非常に厳しい、よく来てくださいました、本当に。こういうふうにやっと出るようになったね。自身は僕は大きな過ちだと思ってます。検討しようか、反対運動してるんで、もう飲んじゃった。あ、知ってます。オーガニックの助産院でもやります。お兄ちゃんの奥さんがマクロビオティクの助産院、そこでも飲ませるんで、飲ませないところ吉村院でも飲ませます。だから血液症と反対してるところはないです。あ、そうなんだ。で、去年埼玉でお話した時に、血液症を飲みなさいっていうお医者さんの病院で運動っていう人がいて、論文を見せてもらったんだって、いかに血液症か。で、そのお母さんはそのお医者さんに、これを飲んでも低ピロトロピン血症っていう病気は治癒がせんよねって言ったら、お医者さん飲ませなくていいって言った。あの、これを飲んだら、血圧シロップを飲んだら、その低ピロトロピン血症っていう病気の予防と治療のために血圧シロップを飲むっていうのが名目なんです。で、その論文を書いた張本人のいる助産、そういう病院で産んだそうなんですけど、その時に頚椎シロップをどうしようかって迷った時に、飲みたくないんですけどって言ったら、本人が来て、これを読んでから決めなさいって言って読んで、読みましたけど、これを飲んだからってその病気予防にはなりませんよねって言ったら、その本人から、もう飲まなくていい、飲ませなくていいって言われたっていう人がお話し会に来てくれて、で、今はね、何回飲ませました？2回だと思います。3回だと思う。2回は1と1です。多分退院するときと、退院すると1ヶ月検診ですね。うん、そうだと思います。で、法律ルールでは24時間以内に飲ませてます。じゃあ、24時間以内に飲んでたのか。で、大抵の飲ましときましたっていう事後報告、あった気がする。大抵3回で、地域によっては10回だった、地域によって10回ですよって言ったら、去年奈良で母子手帳を聞いてくださいって言って13回のところで、で、成分がちょっと問題があるんで、それすごく薄れてるので害はないんです。ちょっとビタミン K を補うものなんですけど、僕はその薬品でビタミン K を補うより食品でビタミン K を取った方がいいんじゃないでしょうかっていう提案をしてる。で、ビタミン栄養士の友達に聞いたら、ビタミン K が一番多いのは納豆だ。だから妊婦さんになったら、納豆嫌いな人でも週に1回国産の納豆でタレを使わないで、タレは添加物でいっぱいなんで、醤油で、ちゃんとした醤油で、週に1回嫌いな人でも食べてもらうと、血圧シロップ必要ないんで、そういう食品でビタミン K を補うのはどうでしょうかっていう提案をしてます。もし次のお子さんとか知り合いが、ね、
もうすぐなんとかっていうのが決しちゃって、決しちゃって言ってあげてほしいんだ。だって赤ちゃんは、ね、選べないんですよ、親御さんが OK してる限り。逆の立場にして天国からこの地上にして最初に口に入れるもんですからね、おっぱいより前に。それって人類経験したことですから、いきなり化学物質ですから。それいつから与えるようになった？今のところわからないんですけど、20、30年前じゃないかっていう意見が多いんで、45年前はなかったっていうのは確認してるんですよ。その病気になった人がいて、いろんな人の母子手帳を見ればわかるのかな。わかると思うんですよ、大体。奈良は13回です、山口は10回です。10回増えてるんですよ最近。納豆が遺伝子組み換えした大豆を使われてるみたいなので、どっかに書いてあったような、大豆のね、小鎖してるんです。コバルト60っていう放射線を当てて、納豆用の小さな大豆っていうのを開発してる。それから種を引き継いでるだけで、お花のは入ってないんですけども、そのお花はほとんどそうです。お花はね、放射線を当てていろんな花を、突然変異を起こしていろんな花を作ってるように、納豆用のちっちゃい大豆っていうのは、その先祖をたどると最初に遺伝子放射線を当てて大豆を小型にするっていう突然変異で作った大豆です。ちっちゃなやつ、コツブっていう、毎日納豆食べてる。すごい納豆が好きで、納豆パックごとよこせってできたら、たくさんとタレ、タレは入れないで、醤油で、醤油もいろいろアミノ酸とか入ってないやつお願いします。大豆と、麦と塩、小麦粉で、できたら気候間違って、ここの丸島とか、丸中とか、あの辺でそれで、丸中は地域の大豆とか使ってるんで、丸中は結構いいです。あとワクチンのね、ワクチンもこの間セミナーに行ってきたんですよ。誰ですか？森先生。山梨県の小児科医で、森さんじゃなくて誰だったかな、まあ何人もいるんですよ、田中さんとか、ワクチンの宇都宮さんとかね、いっぱいいるんで。フッ素とかどうしますか？フッ素とか。フッ素まだです。フッ素も反対にしてるんで、重金属だし、この間ヤンバダムの大外地からフッ素出てきて立ち入り禁止になったんです。危険物なんで。そう、フッ素もね、あとゴアテックスとかもフッ素加工なんで。あと最近の絨毯も、シミになりにくいですね。フッ素加工でシミになる。そうなんだ。そんなに痛いの。こんな感じで、またいろいろ今後ともよろしくお願いします。